携帯電話基地局のアンテナ円管柱、アンテナアンテナとは、電流と電波を相互に変換する動態でできた構造を持つ装置である。無線通信、レーダー、核融合炉におけるプラズマ加熱に用いられる。無線通信分野では、空中線とも呼ばれる。電波の放射方向と放射強度との関係を、指向性という。指向性が鋭いアンテナは、 特定の方向へ強く電波を放射する。指向性は送信でも受信でも同じ特性となる。指向性の有無はアンテナの用途と関係している。ブラウニアンテナのような無指向性のアンテナはスマートフォンなどの移動する無線機に適している。一方でヤギ、ウタアンテナやパラボラアンテナなどの指向性を持つアンテナは家庭用テレビアンテナなど固定された。 場所同士の通信に適している。指向性は放射角と放射強度の関係をレーダーチャートにした図で表される。ダイポールアンテナの特性は2つの円を並べた8の字、ブラウンアンテナの特性は2つの半円を並べた図となる。指向性を持つアンテナでは放射が最大となる方向と逆方向の立得や、それに直行する方向の利得も 性能を示す重要な指標である。アンテナが放射する電波の電解強度をアンテナの利得としてデシベルで表す。表記には二通りあり、半波長大ポールアンテナを基準とする DB、または DBD 表記とすべての方向に均等に電波を放射する仮想的な等方向性アンテナを基準とする場合、表記がある。b 合表記は、 DVD 表記より2.14デシベル大きな値となるため、利得の比較には注意が必要である。指向性を持つアンテナにおいては、放射が最大となる放射角における電波の強さを利得とするため、指向性が強いアンテナほど利得が大きくなる傾向がある。電波の空間に対する向きを変化という。電界が常に一つの平面内に存在する場合を、 直線変波といい直線変波の中で電界が大地と平行な場合を水平変波大地と垂直な場合を垂直変波という。例えば素子が大地に対して平行ならば水平変波垂直ならば垂直変波となり首都圏のテレビ放送では水平変波が多い。直線変波とは異なり、電界が電波方向に向かって回転する場合を円変波といい。 電波の進行方向に向かって、右に回転する場合を右線円変波左に回転する場合を左線円変波という。円変波は回転する電解の大きさが一定の場合を言うが、実際のアンテナでは、電解の大きさが一定とならず楕円の形になり、その場合を楕円変波という。楕円変波において、楕円の長軸と短軸の比を軸比という。円変波は、 衛星放送や GPS 等の衛星通信で使用されることが多く、また、円変波は、電波の周囲からの不要な反射の影響を受けにくいため、ETC などでも使われている。良好な通信を行うには、送信側と受信側とで変波を一致させる必要がある場合がある。効率よく通信を行うには、アンテナと送信機または、 アンテナと受信機のインピーダンスを整合させる必要がある。整合の程度を表すものとして、定在波比がある。高周波電力を供給するため、アンテナと給電線とを接続する点を、給電点という。給電点の電流と電圧の関係により、次のように分類できる。設置を必要とするアンテナでは、大地に直接接続して設置するのが基本である。 ただし、この場合アンテナの地上高は0メートルになる。地上高を高くするために、大地の代わりに波長に対して、十分長い動線を四方八方に、複数、水平に貼ることで、電気的に設置型アンテナと同じにできる。この動線をラジアルという。ラジアルは1、4波長まで短くできるが、その場合は指向性が上向きになる。 またラジアルの本数が1本の場合は、もはや設置アンテナとは言えない。砂地や岩の多い大地では、十分に設置抵抗を低くできない。そこで大地に平行に導線を転調することがある。これをカウンターポイズと言い,い、大地との間にコンデンサを形成させることで、高周波的に設置と同じ効果を狙ったものである。電波の周波数や用途により、 大きさも形状も異なる。ここでは主に形状によって分類する。ダイポールアンテナ折り返しダイポールアンテナ半波長。ダイポールアンテナの放射抵抗は約73オーム。折り返しダイポールアンテナの放射抵抗は約292オームである。ヤギ、歌アンテナ VHF、UHF テレビ受信用ヤギ、歌アンテナ単線給電アンテナ設置アンテナ、トランシーバの ホイップアンテナ非設置型垂直アンテナ、グランドプレーンアンテナスリーブアンテナブラウンアンテナは、1、4波長の1本の放射素子とその下部から放射状に、数本の1、4波長の地線から構成される。放射抵抗は、約21オーム。水平面指向性は、全方向性。スリーブアンテナは1、4波長の放射素子と同じ長さのスリーブからなる。 放射抵抗は約70オーム。水平面指向性は全方向性。ーリニアレイアンテナは水平面指向性は全方向性。コーナーリフレクターアンテナ半波長大ポールアンテナの後方に2つに折った平面反射板を置いたアンテナ。反射板の開き角の角度で利得や指向性が変わる。開き角が90度の場合。 半波長大ポールアンテナより利得が大きい。また、開き角90度、反射板の折り目と大ポールアンテナとの距離が、波長の半分の時単一指向性になる。ループアンテナ位操作給電アンテナ像の折りと呼ばれた、袖通信書水平変波全方向性、アンテナ TBS で使われていた、スーパーターンスタイルアンテナその他、本アンテナ本アンテナ放射される電波は、 球面波になる。パラボラアンテナパラボラアンテナ地上波用のパラボラアンテナパラボラアンテナの一時放射器から放射された電波は回転放物面反射鏡で反射され平面波になる。レンズアンテナオプスマイナス9スロットアレイアンテナはレーダーに用いられる。水平変波を放射し、ビーム方向は同波間の軸方向と垂直になる。 視線と目カナグやねばターンバックルシンブルシャックルナス管、アンテナの接続、設置のために用いる関連器具を、アマチュア無線あるいは家庭用テレビ、受信アンテナ工事では総称して、アンテナパーツあるいはアンテナアクセサリーという。主なアンテナパーツには次のようなものがある。家庭用テレビ受信用、アマチュア無線用自動車用業務用。ありがとうございます。